が持てない荷物は僕が持ってあげる。僕の方が少しだけ力持ちだからね。君が歩けなくなったら肩を貸してあげる。僕の方が少しだけ遠くまで歩けるからね。君が届かない高い棚、僕が代わりに背伸びしよう。僕の方が少しだけ背が高いからね。甘えたって手を貸さないよ。でも君が負けそうな時は君と助けるからね。君が暑苦しい時は僕も一緒に汗をかこう。僕の方が汗かきだから少しは我慢できるでしょう。君が寒いと感じたら上着を一枚貸してあげる。冬でもやっぱり汗かきだから僕は薄着でいいからね。君がくじけそうになったら一緒にコーヒーを飲もう。僕の入れたコーヒーはとっても美味しいからね。甘えたって手を貸さないよ。でも君が負けそうな時は君と助けるからね。あったら僕も一緒に笑うよ。なんとなく君の笑顔につられてしまうだけさ。君が悲しくなったら僕も隠れて泣いているよ。目の前で一緒に泣くのはちょっと恥ずかしいからね。君が怒った時なるべく話しかけないよ。何を言ってもダメな時はダメなもんだからね。甘えたって手を貸さないよ。でも君が負けそうな時は君と助けるからね。ない荷物は僕が持ってあげる。ありがとうございました。こんな感じで僕はだいたい3コードですね、曲が。いや、いいです十分。テンションコードみたいなかっこいいジャジーな感じとかブルージーな感じいいなと思うんですけど、どうも馴染まないというか、ついつい歌を乗せると3コードになってしまいますね。今日はお寺のご家族もいつもお世話になっている透明のお寺のご家族が来てくださってますけども、本職は念者をやってまして、お寺にお坊さんがお客さんになるもんですから、そういうことでいつもお世話になっているんですけども、そうですね、今のその自営業でやってますけど、独立する時のことを歌にした曲で、なかなかこういう時代なんで、仕事に就こうと思ってですね、使ってくれる人がいなかったもんで、結局自営業で始めたんですけど、その時のその地図屋さんを始めましたっていう履歴書っていう曲はやってみたいと思います。
できないならやめちまえ。お前はボロ雑巾なのだ。絞って絞って擦り切れたら捨てて代わりを探すだけ。金だ金だ、お前のその行動は売り上げになるのか金になるのか。これが経済社会の現実だ。バブルとかいう時代が残した遺産だ。追い詰められた何のあてもなく、やりかけの仕事を投げ出し、会社を辞めた。妻と息子に謝った。乗るんだよ電車に、よ仕事にありつきたいから。高田渡るの古いフォークソングだ。今さら心にしみる。履歴書を書いた、何枚も書いた。一社だって面接にすら読んでは触れなかった。今回はご縁がなかったということで、一通だけ返事が来た。あとはみんな無視された。履歴書はシュレッダーで紙くずだろう。中途半端な年齢で所帯持ち、特別な資格もない。自慢する経歴どころか留年転職不安要素ばかり。どこの学校を出ても仕事がない時代だ。会う必要もないだろう、そう判断されたに違いない。汚れた履歴書、ダメ人間が生きた証。優しさも根性も君も人情もそこには欠けない。税金もまともに払えなかった。窓口に相談にください。市役所に言われた。しぶしぶ車を走らせた。今いくら払えますか。次回はいつ払えるんですか。とにかく払ってもらうしかないんですよ。相談なんかじゃない取り立てだ。商売を始めた。なけなしの3万円すべてつぎ込み、きれいな石と絹紐を買った。その玉を数珠つなぎにした。方々のお寺に頭を下げて歩いた。小銭をもらって切れた数珠を直した。汚れた履歴書、
誰も持ってこいとは言わなかった。都合のいいことだけ自己紹介で話した。汚れた履歴書、ダメ人間が生きた証、優しさも根性も義理も人情も、そこには欠けない。このろくでもない人しい我が志の道、履歴書には書けない。